ハイサイ大輔さんです。デーン、はい、こちらこれ紙レンズですから、ちょっとこちらで撮った写真を見てみましょうかね。前回は僕のおすすめする単焦点レンズシリーズを紹介しましたが、今回は後編のズーム編です。それではいざ、ズームレンズ編に行きたいと思います。まず1つ目、僕がねこれも紙レンズ認定しているものになるんですけれども、こちらのレンズですね。デーン、24-105mm f4 の G レンズでございます。こちらのレンズはねソニー使いじゃなくても知ってる人多いんじゃないかと思います。というのはですね、だいたい去年からもう1年間ぐらいかな、あの価格 .com で全マウントの全レンズの中で1位でした。売れ筋、確か評価ランキングも1位だったんじゃないかなと思いますけど、あのとにかくちっちゃい、フードつけても手に収まるサイズ感で 24mm から 105mm カバーしてるんですよね。手ブレ補正機能もレンズ内についていて、でさらに透視 F4 というね、このレンズの魅力に関しても分かりやすくまとめた動画があるので概要欄に貼っておきます。ではですね、こちらで撮った写真というのも見てみましょうか。はい、1枚目のこちら、もう見てさ、これ解像度すごいなって思った人も多いと思うんですよね。これズームレンズ、しかも24-105っていう長い距離カバーしてて、この表現力ですからね。はい、こちらは先日火星で撮ってきた1枚なんですけれども、って言われてもへえそうなんだって思うぐらい宇宙っぽいですよね。いやー、この表現力どうでしょうかね。素晴らしいものがあると思います。これはね、昔企画で動画アップしていて、洞窟の中に宇宙が広がっているというね、そういう洞窟がある島に、あの山さんとね、ジョンジと一緒に探検した時の写真なんですよ。その時のロケ企画がめっちゃ面白いので、それも概要欄に貼っときます。まだ見てない方はぜひ見てください。続いてこのレンズのテレタン側で撮った写真がこちら。少し距離のあるところから牛舎の中にいる牛を狙った写真なんですけども、これが 105mm で撮ってます。毛の微細な表現なんかもすごい美しくできてますよね。あと目に入ってるハイライトなんかもフリンジなんか出ずにね、綺麗に写ってくれてます。もう旅なんかですごい重宝するんですよ。例えばこの写真なんかは遠くにいる獲物を 105mm でカシャッと車の中から狙ったものですね。かと思えば次こういう近い距離で建物なんかを撮るときもしっかりとこう広い範囲で写すことができるっていうね。しかもどのズーム域でもすごい綺麗に写ってくれるので、もう最高です。この広い射程範囲ですから、もうこれ1本さえ持っていけばね、街中でデートなんかしててもこうおしゃれにいろんなシーンでいろんな写真を撮ることができます。あー、そうそう、 F4 だから背景ボケないんじゃないかって思ってる人いるんでしょうけど、安心してください。こんな感じでね、105mm 側で開放で撮ればしっかりとボケてくれます。はい、いかがでしたでしょうか。結構ね、 F4 だからといってもバカにできないぐらい背景ボケるので、もう広角 24mm でこう室内でのね撮影から 105mmF4 で開放で撮るね、ポートレートまでいけちゃうというね、すごい万能なレンズです。これは僕一生手放す気ないレンズですね。サンスタ、さあ続いて最後のレンズです。こちらもですね、僕がもう紙レンズ認定してるものなんですけれども、こちらです。 16-35mmF2.8GM レンズというものです。ちょっとね、最近この 24mmF1.4 買ってから出番がだいぶ少なくなっちゃったんですけれども、すごく優れたレンズです。まずね、このサイズ感、フード出しても手よりちっちゃいサイズですね。こういうスペックのレンズを揃えておくと何がいいかっていうと、まず 16mm って言ったら超絶広角ですよね。もうね、広く撮らなきゃいけないし、大体このレンズあればカバーができます。で、35mm の焦点距離で F2.8 で使えるわけですので、十分標準レンズとしての使い道はあるわけなんですね。 35mmF1.4 といったら、まあまあまあポートレートもそこそこボケますのでね、要はこれ1本さえつけとけばポートレートからスナップ、それから室内撮りまで全部カバーできちゃうっていうね、もうかなり便利なレンズなんですよ。先ほど紹介した 24-105F4 のレンズと一緒に2つ持っとけば、もう何も心配することないって感じぐらいいい組み合わせですね。写りもですね、 16mm で撮っても歪みがね、気にならない歪みの感じっていうのかな、やっぱりそのあたりはね GM レンズだなって感じですね。まあ値段がね結構いくので、仕事してもらわないと困りますよって感じのレンズなので、そのぐらいの性能はあって当然かとは思うんですけれども、それにしてもね、ズームレンズとは思えないぐらい写りが素晴らしいです。こちらのレンズに関する動画も概要欄に貼り付けてますので、ぜひそちら見てみてください。ではですね、こちらで撮った写真をちょっといくつか見ていきましょうか。はい、まず 16mm 側の歪み具合から見ていきましょう。画面の四隅を見てみてください。
16mm っていう超広角で撮ってるにもかかわらず、ほとんど像がね外に流れてないですよね。このあたりはねさすが GM レンズだなと思いました。続いて画角感について見ていきましょう。こちらが 35mm 側で撮った写真、続いて 16mm 側で撮るとこんな感じです。この画角感はねすごい使ってて楽しいんですよ。 35mm 側からね 16mm に一気に振るともう全然見える世界変わってきますからね。ちなみにここはお友達のお店です。続いて超広角ポートレートの面白さを見ていただきましょう。はい、いかがでしょうかね。結構ポートレートっていうとね標準画角以上の、長い球で背景ぼかして撮るっていうイメージあるかと思うんですけれども、こういう超広角でも、F2.8 だとね少し背景ぼけてくれますので、すごくこうワイドでさらにモデルさんのこう浮き出る感じもあるっていう面白い写真が撮れちゃうんですよね。ここからはですね何気ない街で撮ったスナップを流しますけど、超広角で撮るとねこんなにもスカッとするんだなっていうね、そのスカッと感を皆さんに今からちょっと味わってもらいたいと思います。サンスタ、はい、ということでいかがでしたでしょうか。これがね僕の愛するレギュラーメンバーのレンズということになっております。同じようなスペックで、レンカでねいろいろとこうサードパーティーから出てたりもするので、そういうものを含めて揃えていくと、まあ、僕が揃えた金額の半分ぐらいの金額では揃えられるんじゃないかなと思いますので、ぜひ皆さんもねレンズの焦点距離を選ぶ際の参考にしていただければなと思います。はい、ということでいかがでしたでしょうか。レンズ選びで迷っている皆さんねかなり多いみたいなんで、僕のこの焦点距離の選び方っていうのが少しでも参考になれば本当に嬉しい限りでございます。いやーにしてもね最近ちょっと外に出る企画がなかなかできてないんですけれども、今海のスペシャリスト山さんと一緒にですね離島でのまた撮影ハウツー企画っていうのを企てておりますので、ぜひそちらの方も楽しみにしていてください。ということで本日は以上です。参考になったよという方はねグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。次の収録にはねこのサングラス外せるようになってるといいんですけどね。では次回もお楽しみに。 See you!